皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画はレクサスの販売店さんで定期的に開催されるカスタマイズフェア、こちらに初めて参加することができましたので、その当日の様子をお届けしたいと思います。TRD やモデリスタなど皆さんも知っているメーカーさんをはじめ、様々なメーカーさんが出展されていました。中にはこういったアウトドアメーカーさんなんかも参加されていて非常に賑わっていました。今回お邪魔したのは私の担当店舗さんでもあるレクサス静岡葵店さんです。明日6月26日まで開催していますので、お近くのレクサス葵店オーナーの皆さん、もしくはこれから購入を検討している皆さん、各商品が 10% オフだったり、来店いただいてフォローするとこういったジーチローのバームクーヘンがもらえたり、キッチンカーなども出ていましたので、ぜひお時間が合う方は訪れてみてください。今回いくつかのメーカーさんに軽くインタビューという形でお話をお伺いしてきました。残念ながら TRD モデリスタのメーカーさんについてはウェブ上での配信ができなかったのですが、現地には担当の方いらっしゃいますので、もしお時間が合う方はぜひ現地で聞いてみてください。一部マイクトラブルがありまして、私の声が少し聞きづらい部分がありますが、ご容赦いただければと思います。それでは早速本編いきましょう。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いきなり紹介でお願いしてしまってすいません。とんでもないです。はい、安倍紹介と申します。スーリーの輸入元をやっております。じゃあそのスーリーの商品、今回今現行 RX 装着してあるこれ、はい、こちらの上についてるテントとかが、はい、スーリーさんの商品ってことですね。そうですね。これもともとテプイっていうテントメーカーを、はい、スーリー社が買収しまして、今スーリーテプイっていう今、はい、これですね。はい、これ今かなり大掛かりな装備がついてると思うんですけど、はい、実際にどのぐらいのスーリーさんの商品が何個ぐらい装着されてる状態ですか？これはまず車のベースのキャリアがスーリーですね。あ、じゃあこの真ん中のバーですね。そうですね。バーとこの足の部分。足の部分はじゃあレクサス純正のやつじゃなくて、これはもうスーリーです。スーリーのやつですね。はい、どこだ、これですね。はい、これがもうそもそもスーリーのもの。そうですね。であとはこれですかね。これも別の商品。それももうスーリーのバーですね。ウィングバーっていう風切り音がしないようなこの空気抵抗がいい形になってます。これウィングバー。確かになんか横から見ると風を受け流しそうな断面みたいな、ね。そうなんですよ。じゃあ車用のところでは音とかも低減っていうことですね。そうですね。はい。あとはじゃあこのオーニング。オーニングです。はい。このオーニング自体は、はい、それこそこの。こことここがついてれば、ええ、これも装着できる。これも装着はできます。じゃあこのテントはいらないけど、このちょっとオーニングが欲しいなっていう方はその3点セットで。ああ、そうですね。はい、それだけでつけられてキャンプとかやられてるお客さんいっぱいいますね。ああ、なるほど。はい、ちなみにこれ今見ると結構ガチなんか固定されてるように見えるんですけど、ええ、これ普段その走行する時とかはどうなんですか？は、ここにですね棒を入れてもらって、はい、そうするとここに縮まるんで、はい、あ、じゃあもうこれはずっと車につけた状態。つけた状態ですね。まあ、これがどうでしょう、この横方向に。あ、これがもう全部収納されます。で、車の上のところにこれが横でくっついたまま走るみたいな。そうです、そうです。全然想像つかないですね。ハイテクだ。いや、結構街中、はい、これから 気をつけて見てもらって見てると、これついて走ってる人いっぱいいますね。あ、そうなんですか。これ、まあ、在庫限りの商品です。これですけど、だから本当にこの棒状、この棒状のものが横にくっつくイメージってことなんですね。はい、すごい。なんか全然そんなこと想像できない。スーリーの、まあ、この部分は高い部分って何でかっていうと、安いものってこういうカバーをかけなきゃいけないんですよ。ほうほうほう。これカバーかける必要がないんですよ。このままパコーンってしまったらもうそのまま。あ、それだけで雨とかにも対応してるってことですか？あ、そうです、そうです、そうです。なるほど、なるほど。でもつけっぱなしで、つけっぱなしで OK です。だけ広げるだけでいい。はい、そうですね。それは確かに楽ちんかもしれないですね。これもだから、これも取り外さなくてそのままこの中に収まる。あ、そうです、そうです。でこう、はい、で、ね、そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。で、結局これなくてもここまでちょっと出しちゃってると自重で落ちちゃってきますけど、もうちょっと縮めば別に何も支えなくても一応自重ではここにもフレームが入ってるんで、じゃこの伸ばす距離をちょっと短めにすれば、はい、それを立てられない場所でも、はい、いける。あ、でも一応足は出してもらった方がやっぱいいですね。はい、
スウェーデン車って、まあ、スウェーデンなんですけども、はい、やっぱり向こうの結構規格安全基準とかは非常にやっぱ意識高くて、強度的にもやっぱりしっかり作られてますね。安心して使えそうですね、はい、いやすごい、これだけでもインパクトありますが、やっぱり一番気になるのは奥のこれが確か30万円ちょっとぐらい。そうですね、31万9000円。はい、はい、ありがとうございます。ただ来月からは定価上がります、はい、あ上がる、はい、どのくらいになるかも決まってるんですか。あもう決まってます。これ新しい、はい、あのカタログなんですけど、どの業界も値段上がってますね。このタイプはエア2というタイプなんで34万1000円。はい、これは今月までは安い。今月までは、はい、この金額です、ね、31万9000円。はい、31万9000円。はい、はい、ありがとうございます。で改めてじゃあこの、はい、トップテント、これはさっきの話でいうところの、土台となる、ベースキャリア、ベースキャリアと、はい、あとあのバー、風切り音がしないバーもつけて、はい、その上でさらにこれをつける。そうですね、これは今あの畳むことができない状況なんで、実際畳むと、イメージ的にどのぐらいの形になるんですかね。この当然端っこの部分とかは。そうですね、畳むと結局ここが、分かれてますね。分かれてるんで、ここの部分がこっち側に重なるイメージですね。へー、やっぱ車の幅の中にちゃんと収まって収まりますね。それで収納状態はこの状態ですね。あ、分かりやすい。なるほどなるほど、ボックスが乗ってるようなイメージですね。でしかもさっきのやつとも許容というか併用可能。併用可能ですね。おすごい。ただそのボディの幅がある車ですとこういうふうに許容できるんですけども、要は屋根の幅が狭い車だとちょっと共用は難しいかなと思います。そうですね、はい、もうテント乗っけただけで終わりっていう。はあはあ、はい、なるほど。でこのルーフトップテント、やっぱ気になるのは、はい、これ持って人乗って大丈夫なのかなっていう、どれだけの人が乗れるんだろう。そうですね、このタイプはあの2人用、はい、なんで、大人2人ですね。ちょっと覗いてみてもいいですか。はい、どうぞ。結構空気あるんですね。わ、でも車の上に乗るって単純に怖い気もしちゃいますけど、全然頑丈だったり。実際ちょっと靴だけ脱いでもらったら登ってもらって本当にいいんですよ。本当ですか。全然怖くないですこれ、もう全く。じゃあちょっと行ってみます。乗っちゃうと全然乗れちゃいます。しかもものすごく安定してるから。そうなんですよ。こんな感じも一切ないですね。で、このマットも純正で、もともとついております。結構分厚いインフレータとかありますね。私もそんな身長高くないですけど、座高は高いので、言っても真ん中だったらもう全然そのまま頭をかがめなくて。そうですね。で、大人2人が並んで足伸ばせる。確かにね。そうです。で、メッシュ開けてもらったらもっと本当風通りがいいんで。もっと開けれるんで、確かに上とかでも。はい。であとは天候次第なんですけども、はい、まあ、雨降んないなっていう時は、はい、このブルーのフライシート、これ取り外しできるんで、はい、これ取り外すと上も天窓みたいにはなります。あ、でこれオプションで、はい、あの靴入れですね。オプションなんですね。はい、で使い方も全然、取り付けも簡単なんで、こっからなんで、これを逆にこっちにつけることも全然できます。はい、そうですね、逆にこっちにつけることもできます。だから好きなところにつけていただくような。じゃあここに土足で上がって、はい、足を投げ出して、で足から外した靴をそのまま、そうですね、ここに入れてもらうってことができる。はい、まあ、素材も汚れに強い形になってるし、はい、そうですね、ありがとうございます。ちょっとこれ値段はぼちぼちしますけど。そうですね、ただもう膜体も全部これあのポリコットンなんで、はいはいはい、あの夏涼しくて冬は暖かいかなとは思います。なるほど、はい、まあ、イメージはこうやって締めを振ってあげて、そのままパターンと結構できる。そうですね、ありがとうございます。すごい、展開もその逆で四方を伸ばして引っ張るだけだし。そうです。はい、じゃあこれ今度店内の展示車です。これもスーリーの。そうですね、スーリーのキャニオン XT というあのキャリアのバスケットですね。でこの下のバーのところは、はい、先ほどのようなスーリーのものではないんです。ですね、これは開発中。はい、スーリーは、はい、今開発中です。なので NEX の場合はちょっとこういうイメージで装着できるようなのがちょっと先になるかもしれない、ね。はい、そうですね。はい、でも確かにこれなんでしょうね。このバスケットっていう形になってるのもあって、割と荷物詰めますね。そうです、荷物詰めますし、これあのボックスだったら3個くらい詰めると思います。あ、へー、それ大きいですね。はい、
これちなみに大体いくらぐらいなんですか。これは今ですと、大体74,800円ですね。今74,800円、はい、で別売でこのエクステンションというものがあるんで、はい、これをつけていただくと全長がもうちょっと長くなります。あ、より縦方向に。そうですね、ちょうどここがあの接合部分があるんですけども、こことここで、はい、ここの間にエクステンションを入れることによってここの幅が長くなります。あ、できるんですか。はい、合わせて10万ちょっとぐらいに出せばより長いものを積むことができるということですね。はい、ただあんま長くしすぎるとゲートのここに当たっちゃったりする可能性もあるんで。あ、そっか、じゃあ、はい、車種ごとにちょっと調整して、ね、そうですね、でもそっか、これだったらこれはありかもしれない。でやっぱ今一番あのスーリーの上物で売れてるのがこのキャニオン XT なんですけども、はいはい、結局荷物積んでない状態でもちょっと様になるというか、見た目的にちょっとオフローダーな感じがしますよね、はい、そうですね。おー、かっこいい。じゃ早くちょっとこれ NX のバーは開発していただいて、はい、お願いしていただきたいですね、はい、ありがとうございます、はい。セブという商品のご説明なんですが、まずですね、体用の商品と車用のチューニングパーツっていうのを取り扱っていた、おりまして、どちらかというと今人気なのが体用のを身につける商品に、がすごく人気になっております。で、その中でも一番人気なのがこうネックレス関係なんですけども、種類が、たくさんありまして、まあ、その種類によって、お客様に、どういう状態で提案させていただくかっていうのをやらせていただいているかなと。なるほど、はい、今日はあの販売店さんの、展示が特別に横にあって、はい、そうですね、はい、あの併用して展示はされている。そうですね、あの店舗さんの展示しているものをちょっとお借りしまして展示させていただいているんですけども、実はレクサスコレクションっていうものに採用していただいて、販売していただいているというようなモデルもありますので、まあ、そこをちょっとこう中心にお客様に提案させていただいているというような形ですね。ありがとうございます、はいはい、で割とですね、つけていただくとこう人によってすごく体感できるという方も多いので、まあ、その場で体感をしていただいて、効果を実感していただくというような方法を、やらせていただいているかなというところですね。私も先ほど体感させていただいて、はい、そうですね、はい、あの軽くなったというところなんですけど、はい、この一番はその何をどう体感できますよというのが商品の意味なんですか。その体が軽くなるのか、これは人によってちょっと違ってくるとは思うんですけど、例えば肩こりとか目の疲れとかちょっとこう体に負担がかかっている方なんかは、そこら辺が非常にこう軽減したりとかっていう方もいらっしゃいますし、まあ他にもいろんなこうスポーツされる方なんかは、運動の時に使っていただくとしっかりと自分のこうパフォーマンスを発揮できるというような方もいらっしゃるんで、まあ人それぞれちょっとこう、まあ、目的によって使い方を決めていただいているというようなものですね。決してそのスポーツ専用とかじゃなくて、あ、そうですね、はい、そのすごい素人的な言い方でいくと体が軽くなるような感覚とか力がそんな、はい、少し楽になる感じになるってなると、はい、スポーツでももちろん、そうですね、今日あの私の知り合いの方が来てるので、はい、あのランニングですごい楽になったって言ってる、あ、言っていただいてましたね、はい、単純につけてるだけで日々のこう立ち上がったりとか歩いてるとかが少し軽くなったりとか、はい、そういう方もいらっしゃる、結構そうですね、そういう方もいらっしゃると思います、はい、正直私さっき、はい、あ、そうですね、このダンベルを持って付け外し、商品を付け外しで持っていただくと割とその違いを分かっていただける方が多いかなっていうのでやらせていただいてるんですけども、今何ちょっと信じられない何かあの思い込みでやってんじゃないかとか思いたいんですけど全然違ったんです。 ありがとうございます。しかもあのボディーパーツ、その体に取り付けるいろんなやつはなんとなく想像がつく、はい、車向け、はい、もう、はい、こちらもあの弊社の開発した特許技術を使ってた、車用のチューニングパーツっていう形なんですけども、割とこちらもですね、実際にお客様が乗ってきていただいたお車に、装着をして走っていただいて体感をしていただくというようなことをすると、あ、そうですね、体感試乗できますっていう形があるんですけど、そうすると、まあ、違いを分かっていただける方が多いかなという、なんかラジエーターホース、そしてダッシュボードの上に乗せるだけ、はい、そんなのがあるんだ。そうですね、いろいろと車の中でもチューニングできるところがたくさんあるので、まあ、お客様の悩んでるとか、あと、まあ、こういうふうにしたいよっていう部分をお聞きして、そこに合ったものをチョイスさせていただいて体感していただくというようなことをやらせていただいてます。先ほどのボディパーツの
でもということですよね、はい、これは何ですか。これは一応車両の、まあ、車両も金属でできてますので、まあ、金属の変化がどういうふうに起こるかっていうのでやらせていただいている体感方法なんですけども、例えばまあ走ると、まあ、こういうふうに大げさに言うとボディとか、まあ、そういうところが、まあ、ショックとかがブレると思うんですね。でそのブレっていうのが一番ここが曲がってる部分なんですけど、この曲がり方が商品、これ車のホイールに貼る商品なんですけど、貼ってあげると曲がり方がちょっと変わってるのが、これ今貼っただけですよ、はい、で外すとまたちょっとこう、はい、で割とこうやると貼ってるからそうなってるんじゃないのってよく言われるんですけど、貼らないでちょっとやる体感方法がありまして、ここ真ん中を持ってこういうふうに振ると多分ここら辺がから曲がってるかなと、曲がり方が多いかなというところで、親指にこう挟んで貼ってないです。そうするとちょっと曲がり方が、はい、はい、でまた外すとまた徐々に戻ってきて、はい、それでその、まあ、簡単に言うとそのシールというか素材から出ているものが金属に伝わって変化していく、はい、そうですね、はい、でこれが例えばエンジン用に開発したものであったりとかボディ用に開発したものがあったりっていうような、そういうことか、はい、それによって、目的によってこうチョイスさせていただいているというような。もうこれは口で言うともう分からなくなってしまうので、実際に体感していただいた方がイメージは、人によってこう感じ方って違うと思うので、これは例えば明日お店に来てお店でこれちょっと体感使用したいよって言ったら、来たお客様の車にちょっと置いて、あ、そうですね、走ることはできる、できます、はい、分かりました、はい、じゃあ気になる方はぜひ試乗、そうですね、試乗していただいて、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。レクサス静岡葵店さんで開催されたカスタマイズフェアの様子お届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まずはですね、私も装着している TRD F スポーツパーツ、こちらのですねメーカーさんのお話を改めて伺えたというのはとても貴重な機会だったなと思いました。残念ながら動画化することはできませんでしたが、非常に貴重なお話をお伺いすることはできましたので、ぜひ会場に足を運べる方は直接メーカーの方から聞いてみてください。そしてその後にご紹介したスーリーですね、やっぱり最近アウトドアを始めたっていうところもあってですね、 RX に乗っていたルーフトップテントをかなり目を引きましたし、あとは室内で展示されていた NX の上の部分ですよね、あれなんかは10万円と決して安くはないんですけれども、これさえ装着できればキャンプで乗らなかったなと思ってこう諦めて CX8 に変えてた部分も NX で行けたりするのかなとかいろいろ考えちゃいましたね。あとはレクサスコレクションに採用されたことでなんだこの商品はってなっていたセブ、こちらについても実際体感することができて、ちょっとまあマイクエラーで実際の反応はお届けできなかったんですけれども、びっくりするくらい体感することができました。まあコロナ禍に入ってからですね、こういったイベントも含めて中止になっていた販売店さん非常に多かったと思いますので、久しぶりの開催だったんじゃないかなという感じがします。今後もですね、年に1回ペースで静岡葵店さんでは開催されるっていうことなので、ちょっと定期的にですね訪れてみて、その時のいろんな商品見ていきたいなと思いました。明日の6月26日までは開催してますので、ぜひお近くの方、そして静岡葵店オーナーさんの方はですね、商品の割引とかもありますので、ぜひこの機会にと思いますし、それ以外の皆様もですね、ご自身の担当店舗さんで開催される際にはですね、ぜひ訪れてみて、そしてお得な価格で買っていただけたらなと思います。あとはやっぱりあれですね、今車が一切注文できなくなっているっていう販売店さんの状況もありますので、まあ、こういった機会にですね、ぜひ販売店さんに足を運んでみて、レクサスコレクション実物見ていいなと思ったものはぜひ買ってみてください。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。